ドイツと日本からお届けする姉妹カンパニー。今日は私が実践している転勤妻の友達の作り方についてお話ししたいと思います。はい、さとこってね、結構もともと兵庫県に住んで結婚して、で、その後に、北海道からドイツっていうように、結構こう、転勤妻やんか。そういう中でも、すごいなんかこう、転勤した最初から結構、楽しんでるというか、なんか知り合いがおるイメージない、いつも。なんかそれって、なんかこう、どういうことをやってるんかなって、なんかね、いっぱいなんかこう、春先とかって転勤する人ってめっちゃ多かったですよ、多いよね。なんか、それで不安になってる人ってたくさんいると思うんで、なんかこう、転勤を、それこそなんかこう、転勤妻がスムーズにこう転勤できる、ポイントとかあったら教えてほしいなって。私の中でね、その転勤妻の友達の作り方のポイントが3つあるんですよ。で、それを北海道の時とかも、ミュンヘンに来た時もやったやつがあんねんけど、まず最初のポイント1が、転勤先が決まったらね、私北海道に決まった時は、その当初まだそんなフェイスブックとか盛んでなかったので、ブログでね、友達を探したんですよね。北海道とか言って、で、その時は赤ちゃん、下の子が2ヶ月の時やったから、ベビーちゃんとかで探して、いろいろ検索して、で、ブログ読んだら、なんか大体なんかお人柄ってわかるやんか。なんかこの人会いそうとかさ。それで、なんかいろいろそういうのを読んだ時に、この人会いたいなと思った時に、直接ね、メッセージを送ったよね。いついつに転勤しますって、北海道からって言って。で、その時に、北海道に、兵庫県から北海道に転勤します言って、ほんなちょうどその人がね、なんか、関西ですかみたいな、なんか宝塚のファンやったんよ、その人が。で、宝塚行ったことありますみたいな感じやって、なんか兵庫県の友達できんの嬉しい。みたいな感じで、なんかに、ほんで、じゃあぜひ会いましょうみたいな感じで、だから初めのポイントとしてはやっぱりね、その行く前に自分が次行くところのお友達を探すっていうのがポイント1、で、そのポイントにちょっとさ、なんかこう、ハードル高くない？ドキドキしながらメッセージ送る感じ。でもね、やっぱね、その行ってから孤独になる一人より、私はこっちの方がいい。ポツンやもん。だって旦那は旦那でさ、会社に行ったら、コミュニティがあるわけやん。で、子供らは子供らで幼稚園行く、小学校行くで、もうおるわけよ。もう妻だけよ、なんもないの。知り合いおらんの。ポツンやで。やっぱそれ思ったら、もうそのハードルはちょっと超えてほしいな。絶対寂しい。行ってからポツンって、そっちの方がハードル高いと思うねんな。カーテン閉めとかなんかよな。もう閉店ガラガラやで、ほんまに。ほんまなんか寂しいもん。そうね。しかも私、過疎地やったし、行くところが。で、もう一つハードル高い。そう、雪国やし、もう全然もう環境ちゃうとこやから。そんな中やっぱね、やっぱそこをちょっとね、頑張ってハードル超えたら、行ってからが楽になるよね。ポイント2がそのメッセージ送って、いついつに引っ越すんで、いついつに会いましょうみたいな感じでね、もう約束しちゃうのよ。会う約束。そう。いつかまた会いましょうって言ったらなんか会われへんね。せやね、会われへんねん、それ。タイミングをちょっと失っちゃうから、やっぱりそこでもメッセージで、ちょっと、これちょっといい感じかなと思ったら、なんかね、メッセージのね、返しとかでもなんかわかるよね、お人柄が。そこでちょっと、あれって思ったら、別に役作せんでもいいかもしれんけど。あれちょっと違うみたいな。あれちょっと冷たいぞ、これは、とかさ。なんか多分そのやつで思うと思って。入りたいとか、
なんか、うん、いいなって思う感じ。そう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 。うん、そう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 。うん。で、それで会う約束するっていうのと、まあ、ポイント3つ目が、もう本当にね、行動移す。もう引っ越ししたらもう会いに行く。うん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 。うん、その人に、もう言うたからにはね。うん。そう。もうその3つを私はミュンヘン、北海道の時もミュンヘンの時もしたよね。うん、うん。うん。ミュンヘンの時はほんまにもう誰もいなかったから、Facebook やったね、その時は。あ、もう投げかけた。うん。もう誰か繋いで、みたいな。意外といたよね、それすると。そうやね、もうすごいよ。もうどんなとこ経由すんねんって感じやけど、会ったことない人も教えてくれたりね、うん、そう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 、会ったことない人もご丁寧にね、こんな人いますよとか言ってくれたり、うんうんうん、だからやっぱり日頃の発信って大事やなってその時に思ったね、うん、なんか自分がさ発信してるから、うん、あ、さとこさんってこういう人やなっていうのも分かってくれてるみたいで、うんうん、会ったことないのに、うん、なんかさとこさんに会いそうですとか言って紹介してくれたり知らんのに会ったことない。そうそう、うん、まあイメージやろうね、うん、そうそうそう、まあその3つしたらね、やっぱりね、お友達できたから、うん、まあそこで孤独にならずに済んだ、うんうん、で、現地の情報もいろいろ知れたら、うん、そう、もうそれ一番やね、うん、うん、なんかやっぱね、転勤していくと、ほんまに何やろな、食材買うにもスーパーとかでも、うんうん、北海道行った時も思ったけど、お魚とかやっぱ全然ちゃうよね、関西と。へえ、そうなんや。いろんな種類ある、なんか関西の魚じゃない魚がさ、いいことない。これどう、え、焼くん、煮るんみたいな同じ日本でも。そう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 、うん、そんなんとかもあって、うん、教えてもらったり、まあ、生活のこと教えてもらったりもするし、うんうんうん、でまあ芋づる形式でね、お友達がお友達を紹介してくれるみたいな感じ、うん、うんうんうん、まあ、メリットはね、本当なんかハードル高いように思われるけど、実は行ってからが楽なの、うん、そう、うんうんうん、やっぱね、鬱なる人多いから、転勤妻は、あ、そう、カーテン開けられる。そう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 、あれ、あの人引っ越ししてきたはずやのにって思う。子育てするのにしんどいよね、そうなったら。そう、ほんまに誰かお話ししてくれる人がいないと、うん、すごいしんどいと思うのよね。なんかちょっと、ね、うん、うん、旦那さんもね、やっぱね、いっぱいいっぱいなると思うよ、転勤したら。向こうもなれるのに必死やから。そう、向こうもなれるのに必死やから、そんな妻のそんなちっちゃいちっちゃい話聞いてくれんと思うのよ。もう頑張ってくれ的な、うん、そうそう、ママも頑張ってるから、うん、そうそうそう、まあ神旦那やったらいいかもしれんけどね、やっぱりその、ね、普通のさ、旦那さんは旦那さんでやっぱ大変やんか、妻にはわからん悩みがいっぱいあるから、うん、まあ、妻は妻でちょっとこう、そこも旦那も大変やから、妻も頑張ってみるっていうのが、そう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 、ね、うん、必要かもね。なんか負のスパイラルに入っちゃうわけよ、それを妻は妻で頑張らんと、私頑張ってんのに、俺頑張ってんのにガチンコなっちゃう。そうそうそう、だからやっぱりね、奥さんそうやって自分でなんかやっぱりなんていうのかな、自分のその後の暮らしが良くなるように、うん、そこは大事かもしれないな、うん、はい。ではなんかこう、ぜひともちょっとね、今転勤してたり、転勤する方とか、ちょっとこう、それをなんかこう、うん、参考にしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。